地方国立音訳版です。デイジーでお聞きになりたい方は、国立中央図書館にお問い合わせください。声の司法国立1月5日号、第1318号令和5年、2023年、毎月5日、20日発行学び挑戦し続けるま 共に歩み続ける町。培い、育み続ける町。文京都市国立。編集発行。国立市役所市長室広報校長係。郵便番号186-8501。東京都国立市富士見台2-47-1。代表電話042。 五七六の二一一一ファクス零四二五七六の零二六四ホームページ h t t p s コロンスラッシュスラッシュ w w w dot c i t y dot k u n i t a c h i dot t o k y o dot j p スラッシュ 各記事には記事の内容に関するウェブサイト等の二次元コードを掲載しています。令和4年12月1日現在、人口と世帯。男36,979人。対前月比46人減。女39,267人。27人減。 計76,246人、73人減。世帯数39,203世帯、48世帯減。司法をデジタルブックでご覧いただけます。デジタルブック、電子書籍では、司法を国たちをパソコンやスマートフォンなどで 実際に紙をめくるように読むことができます。市、ホームページ、国立デジタルライブラリーや、スマートフォンやタブレットでアプリをインストールしてご覧いただけます。右に二次元コードがあります。問い合わせ、市長室広報校長係。九時一面、念頭のご挨拶、国立市長、長見和夫。 市民一人一人のウェルビーイング、抗議の健康を支える町へ。お知らせ、基本的な感染防止対策の継続を。お知らせ、救急車、病院、迷った際は、電話、シャープ、7119。一面から三面にわたって。四月オープン、矢川プラスでどんなところ国立未来競争拠点。 矢川プラス一足先にご紹介お知らせ新型コロナウイルスの感染拡大状況により掲載イベント等は内容変更や中止延期となる場合があります4面新型コロナウイルスワクチン接種について行政インフォメーション15項目税年金納期内納税にご協力ください 立川税務署からのお知らせ税理士による無料申告相談会国民年金のお知らせ二十歳になった皆さん国民年金のスタートです国立市議会議員選挙立候補予定者説明会システムメンテナンスのため証明書のコンビニ交付を停止ごめ面行政インフォメーションの続き 戦没者等のご遺族の皆様へ第11回特別弔慰金の請求を3月31日金曜まで受け付け国立都市計画変更に伴う縦覧国立駅南口駅前デザインアイデアコンペ応募作品展示会国立市登録手話通訳者選考試験を実施 第24期国立市社会教育委員の会定例会青年経営者の市長大会で最優秀賞を受賞国立市中小企業等光熱費高等対策支援金市内農業者の皆様へ国立市肥料等高等対策給付金国立市移動支援従業者 陽性研修受講費助成金募集市民委員暮らし3項目防災防犯火災による死者ゼロ4000日を達成しました防災防犯防災行政無線の内容を電話で確認防災行政無線電話応答サービス6面暮らし続き 野子ども・教育9項目イベント・催し子育て講座気持ちを軽くする子育てのヒントストレスと上手に付き合う方法イベント・催し子育て講座パパ講座家族を守る防災講座知って備えて 子供の命を守れるパパになろう。イベント催し、私立保育園主催、遊ぼう会、園庭等開放、大きくなれ、身体測定。イベント催し、たこあげ会、たこづくり講習会。イベント催し、大切なおもちゃを直します、おもちゃ病院。お知らせ、令和4年度、 受験生チャレンジ支援貸付申し込み期限1月27日金曜申請はお早めに来庁前に事前連絡をイベント催しフルインクルーシブ教育って何だろうイベント催し令和4年度第5回グローバルカフェテーマ世界の伝統衣装イベント催し図書館 ブラインドブックフェア。7面。高齢者、3項目。後期高齢者、医療制度の非保険者の方へ、医療費等通知書の郵送。令和4年度、高齢者、肺炎休菌定期予防接種は、3月31日金曜まで。高齢者向け、レジャー農園利用者、追加募集。健康福祉。 3項目「体の状態を知って健康づくりウェルエイジング体測定会」「大気汚染医療費助成制度気管支ぜ息の方へ助成医療券の更新を忘れずに20歳の献血キャンペーン実施」「イベント催し」6項目「平和国立原爆東京大空襲」 体験伝承者定期講ボッチャ体験教室8面イベント催しの続きイベント新たな一年の無病息災を願う伝統行事第46回「歳の神どんど焼」きどの他の各地域のどんど焼きについてお知らせ国立市観光大使コラム 国立市観光大使三浦雄太郎さんが語るどんどん焼きの思い出。令和5年国立市消防出初め式。友好交流都市北秋田市との連携事業、お塩川部屋見学ツアー。第35回多摩郷土市フェア。郷土、歴史、文化財、自然などに関する様々な書籍を展示販売。 行政、インフォメーション、市の相談窓口をご利用ください。講座講習、1項目。消費者講演会、食品添加物について考える、オンラインあり。地域の情報、1項目。第240回、東京都都市計画審議会、一部非公開の場合あり。みんなの伝言版、 一件。園庭開放、広場で遊ぼう。黄色いお家でも遊べるよ。育児相談もどうぞ。目次終わり。本当のご挨拶。国立市長、長見和夫。市民一人一人のウェルビーイング、抗議の健康を支える町へ。長見和夫市長の 肩から上の写真があります。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は多くの市民の皆様のご協力により、年間を通じて様々なイベントや催しを開催いたしました。どのイベントも参加されている市民の皆様の顔を見ていると、少しずつ 日常が戻ってきたのではないかと実感できる一年でございました。これまでの市政とコロナ禍の経験を踏まえ、ハード、ソフトの両面を含めた総合的な健康、医療、福祉のまちづくりを推進するため、昨年から引き続き健康まちづくり戦略の検討を進めてまいります。つながり、集えるまち楽しく、喜びに溢れるウォーカブルなまち 中ウォーカブル後で読みます多様で豊かな食と文化を志向する街思考は志すに向かうを三つの方向性として市民一人一人の抗議の健康ウェルビーイングを支える街づくりを目指してまいります中ウォーカブルウォーカブルとは歩くことに限らず 誰もがあらゆる手段を活用して自由に気兼ねなく外出できること。中終わり。本年は2つの公共施設がオープンいたします。まず4月に JR 南部線矢川駅近くに国立未来競争拠点矢川プラスが開館いたします。矢川プラスは子育ち子育ての支援とともに多様な世代が集い、つながり、 交わる拠点となる施設です。ぜひ、世代を問わず、多くの市民の皆様にお越しいただき、元気をもらっていただきたいと存じます。次に、市内の小中学校に給食を提供する、新しい給食センターが2学期から稼働いたします。アレルギー対応食の提供を開始し、より安全安心で美味しい給食を提供するとともに、 市の食育推進の拠点の一つとして、名称を国立食育推進給食ステーションとし、食育に関する様々な施策を展開してまいります。ウィズコロナ、ポストコロナの社会に向けて、ソーシャルインクルージョンの理念に基づく心の豊かさや安らぎを感じられる安全な街づくりを目指し、 引き続き、姿勢の推進に全力を尽くしてまいります。結びに、市民の皆様のご多幸を記念し、新年のご挨拶とさせていただきます。国立市長、長見和夫。基本的な感染防止対策の継続を、換気、手洗い、手指消毒、会話混雑時の 不織布マスクの着用救急車病院迷った際は電話「シャープ #7119 東京消防庁救急相談センター24時間年中無休4月オープン八川プラスってどんなところ国立未来競争拠点 八川プラス一足先にご紹介複合公共施設国立未来競争拠点八川プラスがいよいよ4月にオープンします八川プラスは子どもから高齢者まで誰もがふらりと立ち寄りたくなるようなみんなの居場所として未来を担う子どもたちの子育ち子育てをまちぐるみで応援していく拠点です 今後の一面から三面では、矢川プラスの機能や目指す役割、またそこに立ち寄る皆さんの過ごし方などについて紹介します。矢川プラスがオープンする魅力的なエリア。矢川プラスのある JR 南部線矢川駅周辺は、商店街や団地、保育園、大学、公園等が立地し、 身近な範囲で用事が出せる暮らしやすいエリアです。また、地元自治会や商店街が中心となって、大学や児童館と連携するなど、地域ぐるみで賑わいを生み出しています。さらにこのエリアは、国立地域の南部と富士見台をつなぐ、新たな交流の拠点に適した場所です。矢川プラスはこのエリアで、国立市の新たな賑わいスポットとして、 地域全体の魅力向上を目指していきます。地図があります。JR 南武線矢川駅からの矢川プラスの場所が示されています。住所、富士見台 4-17-65JR 南武線矢川駅より徒歩4分。地図終わり。写真が4枚あります。4枚とも 矢川プラスの写真です。1枚目、紙面上部、タイトルの下にある、はがき2枚分の大きさの写真です。矢川プラスの前景を正面から写しています。あと3枚の写真は、1枚目の写真の右横に並べられています。2枚目、みんなのホール。ホールの一部の写真です。左に階段が見えます。3枚目、 通りドマ。吹き抜けのある広い空間です。一面に窓があり、開放感を感じます。4枚目。建物全体を右上空から写しています。写真終わり。問い合わせ。児童青少年課、児童青少年係。八川プラスってどんなところ国立子供の夢、未来事業団。 矢川プラス館長、国立市幼児教育センター所長、細田直也氏。東京大学大学院教育学研究科修了。小中学校教員、保育者養成大学の教員を経て、現在、国立子供の夢未来事業団にて、矢川プラス館長兼国立市幼児教育センター所長を務める。 国立子どもの夢未来事業団とは、ヤガプラスを運営管理する国立子どもの夢未来事業団は、国立市が設置した社会福祉法人です。市が推進するソーシャルインクルージョンの理念のもと、ヤガ保育園の運営のほか、子どもの最善の利益の実現に向けた調査、実践、研究を行っています。 ヤガワプラスに設置する子供ラボ、幼児教育センターではその取り組みをさらに推進していきます。ヤガワプラスとはどのような施設ですかヤガワ児童館、ここすき広場などの子供や保護者などの子育て世代が利用する機能と、みんなのホール、みんなの広場、多目的ルームなどの 他世代が利用できる機能を同じ建物にまとめた複合公共施設です。街中の大きな家と庭をコンセプトに子供から高齢者まで誰もがふらりと気軽に立ち寄りたくなる居心地の良い空間を目指しています。このような施設とした目的は、この場で子供から高齢者までの他世代が出会い、その出会いを支え合い、 学び合い、育ち合う関係へと広げ、町ぐるみで次世代を狙う子どもたちの子育ち子育てを支えながら新たな町のにぎわいを作り出し町全体も子どもと一緒に成長していけるような未来競争拠点となっていきたいという思いからです市民の皆さんは矢川プラスでどんなことができるのですか 多年齢の子供と保護者が集える居場所矢川児童館矢川児童館は子どもたちが自分の気持ちや思いを何にも縛られることなく存分に発揮することができる場所でさまざまな活動ができる3つのスペースがありますアトリエではタブレット端末など創作の幅を広げるデジタルデバイスを活用しながら自由に創作活動ができます 図書コーナーにはカフェ風のソファを設置しますので、寝そべってマ漫画を読むこともできます。中高生向けの本も豊富に用意していきます。遊戯室では卓球で汗を流すこともできます。皆さんのやってみたいを見つけに来てください。ココスキ広場ココスキ広場は、授乳室や調乳用温水器、子どもトイレを備えた。 ゼロ歳の赤ちゃんから幼児まで親子で安心して遊べる子育て広場です。保護者同士の情報交換や子育てなどの相談も気軽にできる場所として運営していきます。自然素材を生かした木のおもちゃを中心に、子どもが自由に遊びを作り出せるようなおもちゃを備えていますし、ランチスペースもありますので、お弁当を持参すれば一日ゆったりと過ごせます。また、 子供縁側には大きなネット遊具もあるので体を大きく動かして遊びたいお子さんも十分に遊べる環境です写真3枚とイメージ図があります1枚目2枚目は矢川児童館です右は設計段階のイメージ図左は現在の写真です3枚目4枚目は現在の写真でココスキ広場と 子供側です。写真とイメーージ図終わり。共有スペースペ通り土間やみんなのホール屋外のみんなの広場はカフェテーブルやベンチ芝生で気軽にくつろぎ交流できる場所でありまた地域行事や発表の舞台ともなるスペースです。子供から高齢者まで、 様々な方に集い交流していただきたいです 2>, 2階のスタディーコーナーには電灯や電源を設置しカフェのようなおしゃれな椅子を並べる予定です勉強やパソコン作業、読書スペースとしてご利用ください写真4枚とイラストが4枚ありますイラストは設計段階のイメージ図です写真は現在の写真です 調理ドマ、みんなの広場、みんなのホール、スタディーコーナーの4枚です。写真終わり。貸し出し施設貸し出し施設である多目的ルームは、地域のお祭りやイベント、サークル活動や講演会、ワークショップなど、地域や市民一人ひとりの様々な活動に利用できます。調理を伴う活動も可能です。 窓や扉を開放すれば、通りドマやみんなのホール、みんなの広場などと一体的に使うこともできます。また、盆音機能のあるスタジオには、音響設備やピアノやドラムなどの楽器があるので、楽器やバンドの練習ができますし、大きな鏡もあるので、ダンスの練習もできます。みんなの広場のステージで練習の成果を発表してもらうのも良いですね。 写真が二枚あります。多目的ルームとスタジオの写真です。写真終わり。子どもラボ幼児教育センター子どもラボは、すべての子どもが自分らしく輝き、幸せに学び育つことを応援するための施設です。幼児教育などの調査・研究・連携のほか、皆さんの声を聞きながら、 展示やワークショップ、講演会、研修、情報発信等を企画していきますので、気軽にご参加ください子どもラボ、養児教育センターの室内の写真があります八川プラスでは、どのような取り組みを行うのですか八川プラスという場が、未来競争拠点となるための取り組みです その大きな柱は丸一多世代の交流2・子育ち・子育ての支援3・幼児教育の推進4・高齢者の健康と生きがいづくり5・地域コミュニティの活性化6・町のにぎわいづくりの6つのテーマの推進ですこの取り組みでの ヤガプラスの役割は何ですか鍵になるのはエンパワーメント人が本来持っている素晴らしい力を湧き出させるという考え方ですもし人が本来持つ良くなろう良くしていこうという力がないように見えるとしたらそれはその力を発揮する場が整っていないということですですから矢川プラスの役割は さまざまな人が素晴らしい力を発揮する場となることで取り組みを推進する原動力となる動きを支援しそれらの動きの力が共鳴しつながり合い大きな力となる過程をコーディネートしていくことだと考えています動きとはどのようなものでしょうか例えば子育ち・子育ての支援 のテーマについてて考えてみます子どもが夢や自信を持って育っていくためには子どもが夢中になれる本物の文化や自然ものとのつながりやそれらに関わって探求したり挑戦したりできる環境を探求や挑戦を温かく見守り認めてくれる環境が必要です。しかししかこうした環境づくりは行政や ヤガプラスのような施設の力だけではできません高齢者をはじめとする多世代の人地域の人保育者や教員などの専門職さまざまな活動をする人などがそれぞれの知識や経験を子どもたちに伝え応援し見守るような動きが必要ですこのような動きを八川プラスがお手伝いしていきたいということです そしてこの動きは他のテーマにも波及していきまたそうした温かい環境で育った子どもたちが大きくなりまた次の世代を支えていくような良い循環が生まれこの町の未来が共に作られていくと考えています市民の皆さんにメッセージをお願いします子どもを真ん中に他世代の人がつながり 支え合い学び合い育ち合う関係性が生まれることによりコミュニティが新しく編み直され矢川プラスから国立市の未来が競争されていくような場にしていきたいと考えていますぜひ、ヤガワプラスにふらりりとお立ち寄りください。矢川プラス館長の細田さんに聞いてみました。 八川プラス館内マップがあります1階2階の建物の見取り図とその外光が描かれています1階入口付近から見ていきます入ってすぐのところに通りドマみんなのホールがありますホールの右に八川児童館アトリエ図書コーナー遊戯室左に多目的ルームスタジオがあります 北側はみんなの広場で大きな庭になっています。広場には野外ステージなどがあります。次に2階を見ていきます。西側にスタディーコーナーがあります。北側に子供ラボ、幼児教育センター、南にこコこコキ広場、子育て広場があります。2つの部屋の間中央に子供縁側があります。ここは吹き抜けになっており、 下のホールが見渡せるようになっています。館内マップ終わり。ご利用案内。開館時間午前9時から午後10時。みんなの広場は原則終日開放。休館日毎月第1第3木曜日年末年始。館内各施設の開業時間は次の通りです。 表があります。施設と開館時間を読んでいきます。矢川児童館、午前9時30分から午後9時、予定。ここすき広場、子育て広場、午前9時30分から午後4時30分、木曜日休業。子どもラボ、幼児教育センター、午前9時30分から午後5時、土曜、日曜、祝日休業。 多目的ルーム、スタジオ、有料、ようや夜役。午前9時から午後10時。通りドマ、ま、みんなのホール、スタディーコーナー、子供縁側。午前9時から午後10時。表終わり。矢川プラスにふらりと立ち寄る、みんなの過ごし方。6項目あります。各項目の左に、 内容に沿ったイラストがあります。散歩中の高齢者。健康のために朝の散歩をしていると、ヤガープラスが目に留まるな。通り沼を抜け、大きな吹き抜けが開放的なみんなのホールにあるソファでちょっと休憩しよう。子供もたくさんいて賑やかだな。来月のサークル活動は多目的ルームを予約してみようかな。 イラストは男女の高齢者です子育て中の方「今日はココスキ広場に子供を連れて遊びに行こう」「授乳室やミルク用調音器もあるし絵本やおもちゃもたくさんあって小さい子供も安心して遊べる場所だな」「子供園側には大きなネット遊具もあって楽しそう」「子供が同じ年齢のパパともママとももできたし」 スタッフに子育ての相談もできるんだお昼はお弁当をみんなの広場で食べようか来週はパパともママともに誘われた幼児教育についての講演会が子どもラボであるから行ってみようかなイラストは4人の幼児乳幼児がそれぞれ絵本やおもちゃで遊んでいます矢川プラス付近で働く社会人。 子供のための施設だと思っていたけど、誰でも自由に入っていいんだ。今日は天気もいいから、近所の商店街でお弁当を買って、みんなの広場の芝生でランチにしよう。周りに美味しいお店がたくさんあっていいよね。お弁当、サンドイッチ、ペットボトルのイラストです。学校から帰宅した小学生。今日は友達と児童館で遊ぼう。 矢川児童館のアトリエで工作やタブレットでイラストを描くのも楽しそうだし遊戯室でボール遊びもいいな何をしようか迷っちゃうなイラストは子供3人の前にボールや絵描き用具が並んでいます学校部活帰りの中高生そろそろテストだから勉強しなきゃ 家だとはかどらないけどスタディーコーナーなら集中できそう。疲れたら矢川児童館の図書コーナーのソファーでみんなでリフレッシュしよう。学校には置いてない漫画や雑誌もたくさんあるしね。テストが終わったらスタジオ借りてバンドの練習するぞ。男女の生徒のイラスト、積み重なった本やドラムも描かれています。 近所に住んでいる大学生、社会人。いつも南部線から見ていた気になる施設。中学生や高校生に混じってスタディーコーナーで自分も試験や資格の勉強をしようかな。週末にはみんなのホールやみんなの広場で誰でも参加できる面白そうなイベントも開催するみたい。またふらっと遊びに来てみよう。イラストは 二人の男女がパソコンを操作しています。二面三面の内容については、次のところにお問い合わせください。一児童館について、問い合わせ、中央児童館、電話、575-3224。二矢川プラス全般について、問い合わせ、国立子どもの夢、未来事業団。 矢川プラス指定管理者電話505-6226右に二次元コードがありますお知らせ新型コロナウイルスの感染拡大状況により掲載イベント等は内容変更や中止延期となる場合があります最新の情報は市ホームページ等でお知らせしますイベント等に参加する際は、 マスクの着用、手指消毒、検温をお願いします。また体調が優れない場合は参加をご遠慮ください新型コロナウイルスワクチン接種についてオミクロン株対応ワクチンについて接種間隔が3ヶ月に短縮になりました1人1回に限られる接種です 使用しているワクチンの種類表があります年齢に対応するワクチンの種類を読んでいきます生後6ヶ月から4歳使用するワクチン、従来型、ファイザー、乳幼児用1回目、2回目、3回目、市内で実施中4回目、5回目、なし5歳から11歳 使用するワクチン従来型ファイザー小児用1回目2回目市内で実施中3回目市内で実施中4回目5回目なし12歳以上武田ノババックスの3回目から5回目は18歳以上使用するワクチン従来型ファイザーモデルナ 1>, 1回目2回目東京都等が運営する大規模接種会場で接種できる場合があります市内では実施なし3回から5回目はありません12歳以上使用するワクチン従来型武田ノババクス1回目2回目12歳以上3回目18歳以上4回目 18歳以上、5回目、18歳以上、これらはすべて東京都等が運営する大規模接種会場で接種できる場合があります。市内では実施なし。12歳以上、使用するワクチン、オミクロン株対応型、ファイザー、モデルナ、1回目、2回目なし。3回目、4回目、5回目は市内で実施中。 表終わり。なお、オミクロン株対応ワクチンの接種を1回受けた場合、その接種で新型コロナウイルスワクチン接種は現時点では終了となります。また、11月8日以降に武田社ワクチン、ノババックスを3回目以降の接種として受けた場合も、現時点ではその接種で新型コロナウイルスワクチン接種は終了となります。 モデルナワクチンの3回目から5回目接種の対象年齢が18歳以上から12歳以上に引き下げられました。乳幼児、生後6ヶ月から4歳、1回目接種がまだお済みでない方へ、乳幼児の初回接種、1回目から3回目に必要な期間、11週間を踏まえると、現時点の ワクチン接種事業の実施期間である3月31日金曜までの間に接種を完了するためには1月13日金曜までに1回目の接種を受ける必要があります1回目接種を受けていない方で接種を希望する方はなるべく早めに接種を受けるようにしてください自体東京都が運営する大規模接種会場でも 対象に該当する方は接種できます東京都の接種会場では現在市で実施していない12歳以上の方の1回目2回目接種も実施しています詳細は各機関のホームページでご確認ください近隣では立川南ワクチン接種センター会場立川市柴崎町3-16-25のの JR 立川駅南口から徒歩8分で接種を実施しています。自衛隊と東京都のホームページの二次元コードがあります。市内の接種場所、2カ所あります。市内医療機関、市民総合体育館、地下第2体育室。なお、市内で接種できる医療機関については、市・ ホームページ等でご確認ください。予約方法。市内で接種する場合。国立市予約サイト。インターネット、LINE。なお、市ホームページ。接種の予約についてから予約サイトにアクセスできます。二次元コードがあります。新型コロナワクチン予約案内センター。電話。 5 4 4転入等をした方へ直近の接種を他自治体で行った後に国立市へ転入した場合接種券の発行申請が必要です12歳以上の方オミクロン株対応ワクチン接種の対象者図があります接種ししてていいいる、していないが はい、い,いえの矢印で示されています。まず「オミクロン株対応ワクチンを接種している」「はい」と答えた場合「オミクロン株対応ワクチンを接種できません」「オミクロン株対応ワクチンの接種は1人1回です」「ここで「いいえ」と答えた場合「11月8日以降に武田社ワクチンノババックス」「お3回目以降の接種として受けている」「はい」 の場合11月8日以降に武田社ワクチンノババックスを3回目以降の接種として受けた場合も現時点ではその接種で新型コロナウイルスワクチン接種は終了となります EA の場合初回接種1回目2回目接種を完了しているここではい3回から5回目接種として オミクロン株対応ワクチンを接種できます。なお、オミクロン株対応ワクチンの接種は、現時点では、一人一回です。市内では現在、ファイザー社とモデルナ社、ともに BA4、BA5 を接種できます。いいえ、の場合、初回接種、1回目、2回目接種を完了した後、オミクロン株対応ワクチンを接種できます。図、終わり。 オミクロン株対応ワクチンの効果オミクロン株対応ワクチンはオミクロン株の種類 BA.1 と BA.4、BA.5 にかかわらず従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果が期待されています2価ワクチンであることによりさまざまなウイルスに反応し今後発生することが予想される変異株に対して有効である可能性が高いとされています その他の他特徴については厚生労働省ホームページ等をご確認ください二次元コードがあります「以下囲み」「新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からまだ接種を受けていない方はワクチンの接種をご検討ください」「囲み終わり」「各種問い合わせ先」 国立市と東京都があります。国立市、2カ所あります。予約、接種会場の確認、接種券の再発行など、新型コロナワクチン予約案内センター、電話、505-4114、日曜祝日を除く午前9時から午後5時、f a x 5 7 6 4 1 1 耳の不自由な傾けなお年始は1月3日火曜までお休みです健康面での一般的な相談は保健センター電話572-6111平日午前8時30分から午後5時なお年始は1月3日火曜までお休みです 次に東京都。ワクチンの副反応についての相談。新型コロナワクチン副反応相談センター。電話03-6258-5802。土曜日曜祝日を含む24時間対応。以下囲み。接種に関して差別や不当な取り扱いを受けた場合。市長室 平和人権ダイバーシティ推進係。電話576-2111内線229。囲み終わり。行政、インフォメーション、15項目。税、年金。納期内納税にご協力ください。 収納家キャラクター、達平のイラストがあります。右に二次元コードがあります。1月31日火曜は、市、都民税、普通徴収第4期、国民健康保険税第7期の納期です。1月の休日納税窓口、市役所1階、12番窓口、 1>, 1月28日土曜午前9時から正午午後1時から4時30分問い合わせ収納課管理係電話576-2114立川税務署からのお知らせ税理士による無料申告相談会 右に二次元コードがあります。年金受給者、給与所得者等の所得税及び復興特別所得税の申告書、土地、建物及び株式などの譲土所得のある場合を除くの作成や提出ができます。なお、申告書等の提出のみの場合は、 直接税務署に提出、郵送化してください。日時1月31日火曜2月1日水曜各日午前9時15分から11時午後1時30分から3時30分場所市民芸術小ーホール申し込み方法 1>, 1月10日火曜より、事前申し込み専用番号、電話、03-6634-5314、受付時間、平日午前9時から午後5時まで、電話またはオンライン、タイトル右の二次元コード。なお、電話による申し込みの際は、 オペレーターに次の3点をお伝えください。管轄の税務署、立川税務署、ご希望の会場及び相談日時、相談者の氏名、電話番号。なお、申し込み状況によっては受付を終了することがあります。会場の混雑回避のため、 当日分の入場整理券の配布は行いません。問い合わせ。郵便番号一九零の八五六五。立川市緑町四の二。立川地方合同庁舎。立川税務署。電話。五二三の一一八一。なお、問い合わせ相談は。 税務署の電話番号に発信後、自動音声案内に従って0から4を選択してください。国民年金のお知らせ20歳になった皆さん、国民年金のスタートです。日本に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての方が国民年金に加入し、 保険料を納めることになっています。国民年金は高齢になった時や万が一の時に経済的な支えとなる社会保障の一つです。保険料の納め忘れがあると将来年金を受け取れないこともあります。20歳になった方で厚生年金保険、共済年金に加入していない方には、むね 二週間以内に加入のお知らせ、国民年金保険料納付書などが届きます。国民年金の保険料は月額16,590円、令和4年度です。納付が困難な方には、申請免除制度や学生納付特例制度などがあります。問い合わせ、 立川年金事務所、電話、523-0352。市役所、保険年金課、国民年金係。国立市議会議員選挙、立候補予定者説明会。4月23日、日曜に行う、国立市議会議員選挙に先立ち、 立候補予定者説明会を行います。日時2月15日水曜午後2時から場所市役所2階委員会室なお会場の都合により出席者は立候補予定者1人につき2人まで当日受付表に立候補予定者の丸一氏名 丸二性別。丸三住所。丸四連絡先。丸五本席。丸六生年月日。丸七当派。丸八職業の情報及び、これらの情報についての報道等への公表の可否等をご記入いただきます。問い合わせ。 選挙管理委員会事務局市役所内。システムメンテナンスのため、証明書のコンビニ交付を停止。日時1月17日火曜午後5時から11時。問い合わせ市民課市民係電話 「戦没者等のご遺族の皆様へ第11回特別懲役金の請求を3月31日金曜まで受付令和2年の戦後75周年にあたり 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔意金、記名国債を支給しています。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債、 対象、戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日基準日において、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方、戦没者等の妻や父母等がいない場合、次の順番による 先順位のご遺族一人に支給します。括弧一） 1、令和2年4月1日までに、戦傷病者・戦没者遺族等援護法による、弔慰金の受給権を取得した方。括弧二） 2、戦没者等の子。括弧三） 3、戦没者等の、丸一父母、丸二孫。 丸三、祖父母。丸、ま、四、兄弟、姉妹。なお、戦没者等の死亡当時、生計を有していることなどの状況により、順番が入れ替わります。カ上記、カか,からカ以外の戦没者等の三親等内の親族、甥、い、など。なお、 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。請求期間。令和2年4月1日から令和5年3月31日金曜。請求窓口問い合わせ。福祉総務課地域福祉推進係。 国立都市計画変更に伴う従覧。国立都市計画生産緑地地区について、都市計画を変更したので、令和5年1月1日付で告示を行い、図書を従覧しています。場所、問い合わせ。都市計画課、都市計画係。 国立駅南口駅前デザインアイデアコンペ応募作品展示会国立駅南口駅前デザインアイデアコンペの応募作品を展示します日時1月17日火曜正午から22日日曜場所旧国立駅舎 広間、展示室。問い合わせ。国立駅周辺整備課、国立駅周辺整備担当。国立市登録手話通訳者、選考試験を実施。日時、3月12日日曜午前10時から予定。なお、詳細は、 司法2月5日号をご覧ください。問い合わせ障害者支援課手当給付係。第24期国立市社会教育委員の会定例会。右に二次元コードがあります。日時1月24日火曜。 午後7時から9時。場所。市役所3階。第1、第2会議室。問い合わせ。障害学習科、社会教育、文化、芸術係。青年経営者の主張大会で最優秀賞を受賞。 第22回商工会青年部全国大会で国立市商工会青年部の峯岸正義さんが詐欺撲滅と事業の活性化の実現をテーマとした主張で見事最優秀賞を受賞しました東京都商工会として17年ぶり国立市商工会からは初めての快挙で その結果を市長に報告しました。写真です。峯岸市左と長見市長右。説明。二人が症状を真ん中にして並んで写っています。写真終わり。問い合わせ。町の振興課商工観光係。 国立市中小企業等光熱費高騰対策支援金右に二次元コードがあります市ではコロナ禍における光熱費高騰の影響を受けている事業者を対象に支援金を交付します対象次の要件をすべて満たす事業者等 市内に事業所等のある中小企業等、法人または個人。令和4年末日以前から市内で事業を営むことにより、年間5万円以上の事業用水道光熱費を支払っている。創業特例あり。年間20万円を超える売上営業等収入を得ている。 創業特例あり交付額1事業者あたり5万円なお市が同じ目的で実施している別の事業者向けの補助金等の対象事業者は5万円との差額を上乗せ交付します5万円以上の給付が決定している場合本支援金は交付できません 詳細は、市、ホームページ、または問い合わせの窓口の申請要項をご確認ください。申し込み方法、1月4日水曜から2月28日火曜に、必要書類を問い合わせ先まで郵送、当日消し印有効、市、ホームページ上、または窓口にて、問い合わせ、 町の振興課商工観光係市内農業者の皆様へ国立市肥料等高等対策給付金右に二次元コードがあります市ではコロナ禍や国際情勢による肥料類価格高騰に伴い農業経営に影響を受けている方に 給付付金を交付しています詳細は市ホームページをご覧いただくか問い合わせ先までお問い合わせください。対象次の要件を全て満たす方。市内在住である。令和3年に生産した農畜産物の販売金額を確定申告しており1万円以上の農業収入があった。 申請者本人または同一世帯内の構成因名義の振込口座を所有している。給付額。令和3年中の農業収入額 ×0.023。なお、農業収入額の1万円未満の波数は切り捨て。必要書類。給付金申請書。 令和3年の農業収入額を確認できる書類確定申告書の写し振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し申請者本人と振込先口座の名義が異なる場合は委任状の提出が必要申請方法問い合わせ2月6日月曜までに 必要書類を南部地域町づくり課農業振興係まで郵送当日消し印有効または窓口にて国立市移動支援従業者養成研修受講費助成金市内で障害者の移動支援サービスに従事する方を増やすため次の通り 研修受講費を助成します。対象、次の要件をすべて満たす方。申請時に国立市民である。市内の移動支援事業所に就業している。東京都の移動支援従業者研修を終了し、申請者が受講料を支払っている。申請にかかる研修について、 他の助成を受けていない。給付額。研修受講料のうち上限2万円まで。必須の教材代を含む。申請方法。問い合わせ。研修終了後3ヶ月以内に、申請書と必要書類、受講終了証明書の写し、受講料の領収書の写し、 就業を開始していることが確認できる書類の写し、雇用契約書等を障害者支援課手当給付係まで郵送または窓口にて、募集市民委員、市の施策に関する協議などを行う委員会や協議会に、 市民の皆様にも市民委員として参加していただいています。下記の協議会等で市民委員を募集します。表です。募集の数は4つです。名称、募集人数、任期、会議、応募資格、応募方法、テーマ、選考結果、 応募先、問い合わせ、謝礼、報酬の順に読んでいきます。名称、募集人数。1、旧国立駅舎運営連絡会。2名。任期、会議。令和5年4月頃から令和7年3月31日月曜。年4回程度。 応募資格令和5年4月1日時点で18歳以上の市内在住・在勤・在学の方。応募方法1月31日火曜までに右のテーマについて800字以内にまとめ、様式自由、問い合わせ先まで郵送。当日消し印有効、メールまたは持参。 テーマ、旧国立駅舎を起点とした街の魅力づくり。選考結果、3月中に応募者全員に通知。応募先問い合わせ。国立駅周辺整備課、国立駅周辺整備担当。メール、sec-kuni。 seibi.city.kunitachi.lg.jp 謝礼報酬会議1回の出席につき5000円2国立市交通安全対策審議会1名任期会議令和5年 4月頃から令和7年3月31日月曜。年2回程度平日の日中。応募資格。令和5年1月1日時点で18歳以上の市内在住在勤在学の方。応募方法。1月26日木曜必着までに。 右のテーマについて800字以内にまとめ、様式自由、問い合わせ先まで郵送、メールまたは持参。テーマ、自転車走行に関する正しいルール、マナーを遵守し、安全に自転車を利用してもらうための交通安全対策について。選考結果、 3月上旬までに応募者全員に通知。応募先問い合わせ。道路交通課交通係。メール SEC <under> K U。sec__kotu__city__kunitachi__lg_jp。謝礼報酬。 会議1回の出席につき9100円。3。国立市地域公共交通会議1名。任期会議。令和5年4月頃から令和7年3月31日月曜。年2回程度平日の日中。応募資格。 令和5年1月1日時点で18歳以上の市内在住、在勤、在学の方。応募方法。1月26日木曜筆着までに、右のテーマについて800字以内にまとめ、様式自由、問い合わせ先まで郵送、メールまたは持参。テーマ。 国立市における暮らしの足としての公共交通。選考結果。3月上旬までに応募者全員に通知。応募先問い合わせ。道路交通課交通係。メール。sec-kotu.city.com kunitachi.lg.jp 謝礼報酬会議1回の出席につき5000円4国立市福祉優勝運送運営協議会1名任期会議 令和5年4月頃から令和7年3月31日月曜。年2回程度、平日の日中。応募資格。令和5年1月1日時点で18歳以上の市内在住、在勤、在学の方。応募方法。1月26日木曜、筆着までに。 右のテーマについて800字以内にまとめ、様式自由。問い合わせ先まで郵送、メールまたは持参。テーマ。一人で電車やバスに乗れない方の交通手段。選考結果。3月上旬までに応募者全員に通知。応募先、問い合わせ。 道路、交通課、交通係。メール、sec bar,、アンダーバー、kotu、アットマーク、city.kunitachi.lg.jp。謝礼、報酬。会議1回の出席につき5000円。表、終わり。必要事項。 応募の際は、丸一、住所、丸二、氏名、振り仮名、丸三、性別、丸四、年齢、丸五、職業、丸六、電話番号を明記の上、市内、在住、在勤、在学である旨を確認できる書類、運転免許証等の写しを添えてください。共通事項、市、職員、 市議会議員、他の付属機関等の公募市民委員は応募できません。委員に選出された場合、原則として委員の氏名、任期等を公表します。応募書類は一切返却しません。また、当選考目的以外には使用せず、個人情報として 適切に保管処理しますなお公表の要請があった場合は情報開示の手続きに基づき個人情報を除いて原則として公表しますなお上記以外の条件等がある場合があります詳細は市ホームページをご覧ください「暮らし」3項目 防災防犯火災による死者ゼロ4000日を達成しました国立市消防団が日々市民の皆様や関係機関とともに火災予防に努めた結果令和4年12月18日に市内における火災による死者ゼロ4000日を達成し東京消防庁消防総監より 表彰状が授与されました。今後も市民の皆様、関係機関とともに火災予防に努め、国立市の安心安全に取り組んでいきます。写真があります。清水消防総監左と北島消防団長中と長見市長右。写真終わり。問い合わせ。 防災安全課防災消防係。防災防犯。防災行政無線の内容を電話で確認。防災行政無線電話応答サービス。確認電話番号。電話042-505-7313。なお、通話料がかかります。問い合わせ。 防災安全課、防災消防係。野良猫も飼い猫も不妊去勢手術に補助金が出ます。野良猫による近隣トラブルを防ぐためには、手術によって猫の数を増やさないことが重要です。市では、今年度も猫の不妊去勢手術費用を補助します。 年度内の手術であれば、いつでも申請できます。手術のための野良猫の捕獲については、問い合わせまでご相談ください。対象、市内で飼育または生息している猫。補助額、市内に生息する野良猫の不妊去勢手術、5000円。飼い猫の不妊去勢手術、 三千円。耳カットのための麻酔、三千円。なお、手術費用が補助額を下回る場合は、支払い額を補助します。手術を実施した動物病院は、市内、市外を問いません。なお、今年度の予算に達した時点で、受付を終了します。申請方法。 手術後、獣医師の署名、夏院などの必要事項を明記の上、領収書等の写し、レシート、クレジットカードの明細もか、を添えて、申請書類を問い合わせ先の窓口まで。なお、申請に関する手引きや申請書類は、問い合わせ先の窓口で配布しているほか、市ホームページから入手可 猫を捨てることは犯罪です。猫を捨てた場合、100万円以下の罰金に処せられます。どうしても飼えなくなったら、里親を探すなど、最後まで責任を持って飼いましょう。問い合わせ、環境政策課、環境政策係。子供、教育、イベント、催し、 8項目イベント催し子育て講座気持ちを軽くする子育てのヒントストレスと上手に付き合う方法右に二次元コードがあります子育てや家事で忙しい毎日を送っていると時にはストレスもたまります 講師の話を聞き、子育ての悩みを話し、日々の過ごし方の工夫などを一緒に考えてみませんか気持ちを軽くするヒントを見つけ、ほっとできる時間を過ごしましょう。内容、講話とグループワーク。日時、2月9日木曜午後2時から3時30分。 場所、子供家庭支援センター、子育て広場。講師、高木の子,子氏、公認心理師、臨床心理師。対象、市内在住の生後2ヶ月から7ヶ月のお子さんと保護者。なお、保育はありません。お子さんと一緒にご参加ください。定員、 10組申し込み先着順、費用無料、申し込み方法問い合わせ、1月10日火曜午前10時30分より、子ども家庭支援センター、電話573-0192まで、電話または窓口にて、イベント催し、 子育て講座、パパ講座、家族を守る防災講座、知って、備えて、子供の命を守れるパパになろう。右に二次元コードがあります。日常の子育てに忙しく、防災までなかなか手が回らない。防災対策について、具体的な方法がわからない。 という声もありますが、お子さんが小さいからこそ、いざという時のために備えておくことがより大切です。家族を守るための防災、コロナ禍での避難について考えてみませんか内容、講和とグループワーク、日時、2月4日土曜、 午前10時15分から11時45分場所子ども家庭支援センター子育て広場講師国立市防災安全課職員国立市消防団女性団員対象市内在住の0歳から3歳のお子さんと父親母親も一緒に参加課 定員、6組。申し込み先着順。費用、無料。申し込み方法、問い合わせ。1月6日金曜午前10時30分より、子ども家庭支援センター、電話573-0192まで電話または窓口にて。なお、当日午前中は、 子育て広場は利用できません。イベント・催し、私立保育園主催、遊ぼう会、園庭等開放、大きくなあれ、身体測定。3箇所あります。仲良し保育園、電話572-8011、室内、園庭遊び。 1>, 1月12日木曜午前9時30分から10時30分大きくなあれ身体測定1月24日火曜午前9時30分から10時30分西保育園電話576-7217室内遊び 絵本、積み木。1月16日月曜午前9時30分から10時30分。東保育園。電話572-8555。園庭遊び。1月17日火曜午前9時30分から10時30分。雨天中止。共通事項。 対象、就学前のお子さんと保護者。定員、各園5組、申し込み先着順。費用無料。持ち物、身体測定を希望する方は母子手帳とバスタオルと替えおむつ、水分補給のための飲み物。なお、子育て相談は毎回実施します。 駐車場はありません。申し込み方法問い合わせ。平日午前9時から午後5時に参加を希望する保育園まで電話。イベント催し。たこあげ会。たこづくり講習会。たこあげ会。 広々とした多摩川河川敷グラウンドでみんなと一緒にタコを揚げて楽しみましょう。日時1月22日日曜午後0時30分から2時30分。なお、雨天時の問い合わせは当日午前10時以降に市役所警備室まで電話してください。 雨天時は1月29日日曜に延期します。場所、玉川河川敷グラウンド野球場 A、B。なお、駐車場はありません。タコ作り講習会。タコ揚げ会の前に各児童館でタコ作り講習会を開催します。詳細は、 各館の自動館だより1月号をご覧ください。問い合わせ。中央自動館。電話575-3224。矢川自動館。電話575-3178。西自動館。電話575-3060。 イベント・催し大切なおもちゃを直しますおもちゃ病院日時1月14日土曜午後1時から3時申し込み不要費用無料なお部品交換を行い費用がかかる場合があります場所問い合わせ矢川児童館 電話575-3178イベント、催しフルインクルーシブ教育って何だろう右に二次元コードがあります令和4年12月に引き続き市の目指すフルインクルーシブ教育について学校、家庭、地域などの 様々な立場の方と直接意見を交換する国立市のフルインクルーシブ教育を語る会を開催します。日時2月11日土曜午前10時から正午場所市民総合体育館2階第1第2会議室定員25名 申し込み多数字抽選。費用無料。申し込み方法問い合わせ。1月27日金曜までに、教育指導支援課、メール、t o k u b e t s u s i e n ーク c i t y k u n i t a c h i l g j p まで、 電話またはメールイベント催し令和4年度第5回グローバルカフェテーマ世界の伝統衣装右に二次元コードがあります一橋大学の留学生と楽しくお話ししませんか英語が苦手でも大丈夫です 海外になかなか行けない今だからこそグローバルカフェで海外体験してみませんか楽しいゲームや参加者に人気のフリートークタイムもありますのでぜひご参加ください。日時2月5日日曜午後4時30分から6時30分予定場所 カフェココタノ富士見台1-7-1対象市内在住在学の中高生定員10名申し込み先着順費用100円お茶お菓子代当日集金申し込み方法1月13日金曜より NPO 法人 国立富士見台人間環境キーステーションカフェココタノ電話573-9433水曜日を除く午後6時から8時受付メール,<ー>ル koktanochan.com、OK、o まで電話またはメール 写真があります。令和4年10月に開催したグローバルカフェの様子。説明。7人ほどの人が椅子に座って談笑しています。写真終わり。問い合わせ。児童青少年課児童青少年係。イベント、催し。図書館ブラインドブックフェア。 ブラインド・ブック・フェアとは、図書館の本を新聞紙で包み隠し、添えられた紹介文をヒントに本を借りるイベントです。紹介文は、YA スタッフ、図書館の中高生ボランティアと、図書館職員に加え、市民の方も作成しました。今年度も気持ちのこもった紹介文が集まりました。 この企画と準備は YA スタッフが中心となって行っています。ピシッとした包みもご覧ください。自分では選ばない本、懐かしい本に出会うかもしれません。紹介文との一語一会も楽しんで、ぜひ借りてみてください。日時、 1>, 1月4日水曜から30日月曜。場所、中央図書館1階。特集棚、YA コーナー。2階、児童室。北市民プラザ図書館。問い合わせ、中央図書館、YA 担当。電話57、576-0161。 お知らせ。令和4年度受験生チャレンジ支援貸付。申請期限1月27日金曜。申請はお早めに。来庁前に事前連絡を。中学3年生、高校3年生など受験生のお子さんを養育している一定所得以下の世帯に、 必要な学習塾受講費用や、高校、大学などの受験料の無利子貸付を行っています。今年度は市の独自支援策として、貸付が決定した世帯の対象となるお子さんに、図書カードをお渡しします。なお、高校、大学などへ進学した場合、資金使途の確認書類を提出後に、 召喚免除申請を行うことで返済が免除されます。貸付には要件審査があります。また、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、今年収入が減少した方も申請できる場合があります。なお、令和4年度より連帯保証人が不要になりました。 支払い済みの宿題や受験料も申請できます。問い合わせ、福祉総務課書務係、受験生チャレンジ支援貸付事業受付窓口、貸付資金の内容や収入要件が載っている表があります。表、貸付資金の内容です。 学習塾等貸付金20万円上限受験料貸付金中学3年生2万7400円上限一度で4回分の受験料まで1回分の上限は2万3000円高校3年生等8万円上限 回数や1回あたりの上限の定めはありません。表終わり。表。A と B、2つの表があります。A は総収入、B は合計所得です。A、B の表ともに、世帯人数は2人から6人で、一般世帯と一人親世帯の場合の金額が記されています。単位は円です。 A. の表から読んでいきます。A. 総収入、給与収入や年金のみの方。一般世帯、世帯人数二人。該当しません。三人、四百四十一万。四人、五百四万九千。五人、五百七十三万七千。六人。 652万2000。続いて、一人親世帯の場合、世帯人数2人405万7000、3人496万6000、4人577万2000、5人639万6000、6人 722万8000。表終わり。なお、賃貸物件に住んでいる方は、年額上限84万円を限度に、家賃支払額を本人収入額から減額できる場合があります。B。合計所得、事業所得など A 以外の方。単位、円 表です。一般世帯。世帯人数2人、該当しません。3人、308万7千。4人、359万9千。5人、414万9千。6人、477万6千。続いて、 一人親家庭、世帯人数二人、二百八十万五千、三人、三百五十三万二千、四人、四百十七万五千、五人、四百六十七万四千、六人、五百四十万五千。表終わり。なお、 家賃減額はできません世帯人数とは、父母等養育者と、就学中未就学、今年度受験予定の浪人生、傷病や障害の理由で、就学・就労が困難なことが確認できる等の子どもの人数を指します。高齢者3項目 後期高齢者医療制度の被保険者の方へ、医療費等通知書の郵送。自身の健康と医療について認識を深めていただくとともに、診療日数等の受診内容に誤りがないかを確認していただくための、医療費等通知書を1月下旬に郵送します。通知書には、 診療年月、医療機関等の名称、医療費等10割、医療費等自己負担相当額などを記載しています。お手元に届きましたら受診内容等をご確認ください。また、確定申告、医療費控除の際に医療費等通知書を添付することで、 令和4年1月から8月までの診療等については、医療費の明細への記載を省略できます。令和4年9月から12月の診療等については、翌年度の郵送となるため、申告が必要な場合は、お持ちの領収書に基づいて、別途、医療費控除の明細書を作成して、申告書に添付する必要があります。 この場合、医療費の領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります。対象、令和4年12月1日現在、東京都後期高齢者医療の被保険者資格があり、令和3年9月から令和4年8月の12ヶ月間に、保険診療で医療機関等への受診履歴がある方、 12月2日から16日に死亡により資格を喪失した方は対象外です。問い合わせ東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター電話0570-086-519市役所保険年金課後期高齢者医療係電話 576-2125。令和4年度、高齢者肺炎球菌定期予防接種は3月31日金曜まで。市内に住所を有し、過去に高齢者肺炎球菌の予防接種を受けたことがない方のうち、Devil, 令和4年度の対象者、下の表の生年月日に、 予防接種券を令和4年4月上旬に郵送しています。接種券の有効期間は3月31日金曜までです。接種を希望する方は早めにご接種ください。接種券を紛失した方は再発行できますので、接種の2週間前までに問い合わせ先までご連絡ください。なお、 新型コロナウイルスワクチン予防接種を前後に受ける場合は原則として13日以上の間隔を空ける必要があります。表があります。令和4年度対象者年齢と生年月日を読み上げます。年齢65歳生年月日昭和32年1957年 4月2日から33年1958年4月1日70歳昭和27年1952年4月2日から28年1953年4月1日75歳昭和22年1947年4月2日から23年 1948年4月1日80歳昭和17年1942年4月2日から18年1943年4月1日85歳昭和12年1937年4月2日から13年1938年4月1日 90歳、昭和7年、1932年、4月2日から、8年、1933年、4月1日。95歳、昭和2年、1927年、4月2日から、3年、1928年、4月1日。100歳、十一11年、1922年、 4月2日から12年1923年4月1日。表終わり。問い合わせ。保健センター。電話572-6111。高齢者向けレジャー農園利用者追加募集。高齢者が土に親しみ。 健康、仲間づくりに役立てられるよう、市内にレジャー農園を設けています。この農園の利用者を追加募集します。内容、利用区画での野菜などの栽培、定期的な手入れ、なお、共用部分の除草、清掃等の管理にもご協力いただいています。場所、ヤホ1523から、 1527。一15区画約9平方メートル予定。一世帯につき一区画のみ。対象。市内在住の60歳以上。昭和38年2月1日以前の生まれの方。利用期間。利用決定後から、令和7年1月24日金曜。定員。 12世帯、申し込み多数字抽選。費用、無料。申し込み方法、問い合わせ。1月25日水曜、当日化印有効までに、はがき、1世帯につき1枚の利面に、丸1、レジャー農園利用希望。丸2、住所。丸3、電話番号。丸4、 利用代表者、60歳以上の氏名、生年月日、丸五同一世帯で利用する方、60歳以上がいる場合は、利用する全員の氏名、生年月日を明記の上、高齢者支援課、高齢者支援係、レジャー農園担当まで郵送。なお、申し込み結果や、 申し込み多数字の抽選方法等は後日通知します。健康、福祉、3項目。体の状態を知って健康づくり。ウェルエイジング、体測定会。保健センターでは月1回体組性や AGE、 歩行姿勢の測定を行う測定会を実施しています。内容。体組成計測定。全身の筋量、脂肪量の推計。結果はシートに印刷。AGE 測定。指先にセンサーを当てることで、体内の老化物質、AGE を推計でき、同年代の平均と比較して点数化。 奇数月に実施。なお、初回参加者には、測定結果を保存できる健康ファイルをお渡しします。日時、1月23日月曜、午後1時から3時。対象、市内在住の16歳以上の方。定員、15名。費用、無料。場所、申し込み方法。 問い合わせ。保健センター。電話。572-6111まで電話。大気汚染。医療費助成制度。気管支喘息の方へ助成。医療券の更新を忘れずに。東京都では、都内に引き続き1年。3歳未満は6ヶ月。 以上、在住の18歳未満で、帰還支ぜ息等に罹患しているなど、要件を満たす方に、認定疾病にかかる医療費、保険適用後の自己負担分を助成しています。申請に必要な書類は、問い合わせ先の窓口でお渡ししています。更新する方は手続きを、有効期間満了後も、 女性を受けようとする場合は、有効期間満了の1ヶ月前を目安に、必要書類を添えて、問い合わせ先の窓口で更新手続きを行ってください。なお、桃色の医療券をお持ちの方は、有効期間満了までに更新手続きを行わない場合、資格喪失となり、再度認定を受けられなくなります。資格の認定は東京都が行います。 問い合わせ保健センター電話572-611120歳の献血キャンペーン実施二次元コードがあります寒い季節は献血者数が落ち込みます20歳の若者を中心として広く献血に関する理解と協力を求めることを目的に 毎年1月から2月に20歳の献血キャンペーンを実施しています。ぜひ献血にご協力ください。期間1月1日日曜から2月28日火曜最寄りの献血場所立川献血ルーム立川駅北口から徒歩3分立川市明穂町2-7-17 丸い井上共同ビル、地下1階。上記場所の受付時間。なお、1月1日日曜、19日木曜は休業。200ml、400ml は午前10時から午後5時45分。成分検血は午前10時から午後5時。問い合わせ。 東京都赤十字血液センター立川献血ルーム電話527-1140福祉総務課地域福祉推進係イベント催し7項目平和国立原爆東京大空襲体験伝承者 定期講話。二次元コードがあります。市が認定した国立原爆東京大空襲体験伝承者が市内在住の広島長崎の被爆体験者と東京大空襲体験者から受け継いだ体験と平和への思いを心を込めて語ります。日時1月29日日曜、 午後2時から2時45分は広島原爆の講和。3時から3時45分は長崎原爆の講和。なお、各界の伝承者は異なります。場所、公民館ロビー。定員、各界20名。申し込み先着順。費用、無料。申し込み方法、問い合わせ。 1>, 1月5日木曜から26日木曜に市長室平和人権ダイバーシティ推進係まで電話ボッチャ体験教室二次元コードがありますパラリンピックの正式種目ボッチャを体験しませんか子供から大人までまた障害の有無を問わず 誰もが気楽に楽しめるスポーツとして注目されています。なお、障害学習課、障害スポーツ促進事業の委託により実施します。日時、丸1、一月14日土曜、丸2、二月18日土曜、丸三、3月11日土曜、各日、 午前9時30分から11時30分。場所、市民総合体育館、第三体育室。講師、国立市地域スポーツクラブ、国立エール、スタッフ。対象、市内在住、在勤、在学の方。費用、無料。申し込み方法、不要。 持ち物、室内シューズ、動きやすい服装。なお、プレイ中以外はマスクを着用してください。3密を防ぐため、人数によってはお待ちいただく場合もあります。問い合わせ、国立エール。電話、070-8548-9117。日曜日は、午前9時から正午。 水曜日は午後2時から5時。メール k、k u n i t a c h i y e l l、g m a I、l a m g i c o m イベント新たな一年の無病息災を願う伝統行事第46回祭の神 どんど焼き、雪、小雨、結構。正月飾りなどを集めて炊き上げ、新たな一年の無病息災を願います。今年も新型コロナウイルス感染症の収束も祈願します。囲み、1月7日土曜午前10時から9日月曜午前9時に、ヤホ第三公園の西側付近へ、 正月飾りなどをお持ちください。囲み終わり。なお、金属類やビニールなど燃やせないものは取り除き、分別にご協力ください。また、正月飾り、お札など、神事のもののみ受け付けます。当日の展開以降は受け付けません。今年は感染症対策のため、眉玉の配布等は行いません。 日時、1月9日月曜、午前11時30分点火。場所、ヤホ第三公園。費用、無料。申し込み方法、不要。主催、問い合わせ。歳の神、どんど焼き実行委員会。事務局、石井、佐藤、小木尾内藤。電話、070。 9065-6807その他の各地域のどんど焼きについて坂下は日時1月9日月曜午前10時頃点火場所ヤボ天満宮ヤホ5209青柳は日時1月15日日曜正午点火 場所、青柳稲荷神社、青八2-8-32。富士見台4丁目は中止。問い合わせ、町の振興家、コミュニティ市民連携係。国立市観光大使コラム。国立市観光大使、三浦雄太郎さんが語る。どんど焼きの思い出。 大迫力のどんど焼きと香ばしく焼けた眉玉の美味しさ。二次元コードがあります。国立で行われる恒例行事の中で個人的にとりわけ心が躍るのがどんど焼きだ。一年間お世話になっただるまさんや札、お守りなどを公園のグラウンドに集め一斉にお炊き上げをする。たくさんの市民が集まり、 それを見守る。天まで届きそうな炎の迫力はいつ見ても圧巻である。そして、ここからが本当のお楽しみ。長い竹の先端につけられた眉玉をどんど焼きの火で炙る。無病息災を願うものだ。これが毎年楽しみで、家族で一つずつ持ち帰り、おのおのの味付けで食べる。 私はもっぱら砂糖醤油だった。これを食べないと新たな一年が始まらないような気すらするのだ。眉玉を自ら作りに行った年もあった。小学生の頃だったと思うが、朝早くから第三公園に集まって、ボランティアの方々と一緒に途方もない量の米粉をこねていく。友達とああだこうだ言いながらひたすらこねて、 玉の形にしていく。刺すような寒さの中ではあったが、とても楽しかった記憶が残っている。これからも未来英語を続いてほしい行事の一つだ。国立市、観光大使と書かれているタスキをかけた三浦さんの上半身の写真があります。問い合わせ、町の振興課商工観光係。 令和5年、国立市消防出初め式。国立市消防団によるパレードや一斉放水等を実施します。なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、出席者を限定して開催します。一般観覧可能。はしご車登場体験、及びはしご車演技でのカラーボール配布は、 感染拡大防止のため中止です。日時、1月8日日曜午前10時から。場所、ヤホ第3公園。なお、公典の場合は市民総合体育館で式典のみ実施します。主催、国立市消防団、国立市。問い合わせ、防災安全課。 防災消防係。友好交流都市、北秋田市との連携事業、押尾川部屋見学ツアー。二次元コードがあります。北秋田市、ふるさと大使も務める押尾川親方、元関脇竹風の案内で、押尾川部屋の朝稽古を見学します。なお、 見学中は声援や写真等の撮影はご遠慮ください日時2月14日火曜午前8時から10時7時40分東武亀戸線オムライ駅集合場所押尾川部屋墨田区文化3-6-3対象市内在住の方店員 10名、申し込み先着順、費用無料、交通費自己負担、申し込み方法、1月6日金曜より、制作経営課、制作経営係まで電話。第35回、多摩郷土市フェア、郷土、歴史、文化財、自然などに関する、 様々な書籍を展示販売。多摩地域22市長の教育委員会などが発行する書籍を展示販売します。日時1月21日土曜午前10時から午後5時22日日曜午前10時から午後3時場所立川市 女性総合センターアイム1階センターギャラリーなお販売図書目録は市役所3階の生涯学習課中央図書館公民館共同文化館でご覧いただけます問い合わせ生涯学習課社会教育文化芸術係行政インフォメーション 1>, 1項目。市の相談窓口をご利用ください。表があります。内容、日時、連絡先、場所を読み上げます。内容、総合オンブズマン、日時、月曜から金曜、祝日を除く、午前8時30分から午後5時、連絡先、場所、 オンブズマン事務局、電話505-5127。ひとり親家庭、月曜から金曜、祝日を除く、午前8時30分から午後5時、子育て支援課、子育て支援係、代表電話576-2111、内線168、 女性相談月曜から金曜祝日を除く午前8時30分から午後5時女性相談市長室男女平等女性支援担当代表電話576-2111内線403国立女性ホットライン電話576-2111 2127同じく女性相談月曜水曜金曜午後7時から9時45分土曜日曜祝日午後5時から9時45分夜間休日女性相談電話相談電話070-2632-1078男女平等 生き方相談。月曜、火曜、木曜、金曜。午前10時から午後6時。土曜、日曜、祝日。午前9時から午後4時。国立男女平等三角ステーション。国立駅前、国立国分寺市民プラザ内。相談専用。電話。501-6996。問い合わせ。電話。 501-6990健康月曜から金曜祝日を除く午前8時30分から午後5時保健センター電話572-6111教育月曜から金曜祝日を除く午前9時30分から午後5時 教育相談室、電話576-2109予約必要いじめ相談、電話576-2050子供オンブズマン、月曜から金曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時子供の人権オンブズマン、専用フリーダイヤル 0120-70-7830子供育児月曜から土曜祝日を除く午前8時30分から午後5時子供家庭支援センター電話573-0965子供発達相談月曜から金曜祝日を除く午前10時から 午後4時、子育て支援課、子ども保険発達支援係、電話574-3311、ひまわり相談、少年飛行等、偶数月の第1金曜日、祝日を除く、午後1時から3時、保護士、福祉総務課、代表電話、 576-2111内戦796中国残留法人等支援相談月曜木曜祝日を除く午前9時から午後5時予約必要中国残留法人等支援相談員福祉総務課代表電話576-2111内戦796 796。高齢者、障害者のための法律相談。第3金曜日、祝日を除く。午後2時から4時。予約必要。司法書士。社会福祉協議会。福祉会館1階。電話575-3222。暮らしの相談。心配事。 月曜から金曜、祝日を除く、午前9時30分から午後5時、社会福祉協議会職員、電話相談、電話、575-3247、消費生活相談、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から午後4時、国立市消費生活センター、 町の振興課ない。電話576-3201。なお、原則電話相談のみ。表終わり。外国人のための相談案内。事前予約制随時受付。町の振興課。なお、外国人との関わりをお持ちの方からの相談も受けます。 代表電話042576-2111講座講習1項目消費者講演会食品添加物について考えるオンラインあり二次元コードがあります手軽に食べられる加工食品に含まれている 食品添加物について不安に感じている方もいるかもしれません。本講座で食品添加物について正しく理解することで今後の暮らしに役立てませんか日時1月20日金曜午前10時から正午場所市役所3階第1第2会議室講師川岸正一氏 一般社団法人日本食品添加物協会常務理事定員申し込み方法会場参加30名1月10日火曜午前8時30分から18日水曜午後5時に問い合わせ先まで電話または先2次元コードからオンライン参加 ズームを利用できる環境が必要。30名。1月18日水曜午後5時までに、件名を1月20日消費者講演会申し込みとし、一氏名、丸2、住所、丸3、電話番号を明記し、問い合わせ先までメール、または先二次元コードから、 開催前日までに参加用 URL 等を送信します。費用無料。なお、通信環境等により、音声映像が乱れたり、配信できない場合あり、主催、国立市消費者団体連絡会、国立市、東京都消費生活総合センター、問い合わせ、町の振興課 コミュニティ市民連携係メール sec_ アンダーバーマーシーイシーイエンケアットマークドトドトドト地域の情報1項目 第240回東京都都市計画審議会一部非公開の場合あり二次元コードがあります。不義予定案件東京都ホームページまたは問い合わせ先までなお国立市の案件なしの場合あり日時2月8日水曜午後1時30分から場所 東京都庁内会議室定員15名申し込み多数字抽選申し込み方法問い合わせ1月17日火曜当日消印有効までに東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課計画管理担当郵便番号163-8001 新宿区西新宿2-8-1まで往復はがきで郵送。住所、氏名、電話番号、傍聴希望の旨を明記、一人一通のみ有効。電話0 3 5 3 8 8 3 2二5花の伝言版一件。 市内を拠点とする団体等のイベント、催し物を掲載しています。なお、政治、宗教活動、営利目的に関するものは除く。掲載内容については各団体までお問い合わせください。剪定開放。広場で遊ぼう。黄色いお家でも遊べるよ。育児相談もどうぞ。二次元コードがあります。 日時1月18日水曜午前10時から11時費用無料場所問い合わせ認定子ども園国立富士見大団地風の子以上で司法国立を終わります音訳編集中澤美紀子荻野恵子木下町子厚生 高橋光子。制作は国立中央図書館でした。